セアカリスザルは、哺乳高霊長目、オマキザルカリスザル属に分類される霊長類。コスタリカ、パナマ模式標本の産地はパナマ。リスザル属では最も北に分布する。東道二25から35センチメートル。体重700から1200グラム。背面は、赤葛色。四子の基部と尾の背面は黒ずむ。頭部や鼻、尾の先端は黒い。顔の周囲や、 喉から胸上部にかけては白い。目の周囲はピンク色の皮膚が露出する。以下の亜種の分類はグローブスに従う。様々な森林に生息する。中高生。25から40頭の複数の死ゆが含まれる群れを形成するが、繁殖期以外は死ゆで別々に群れを形成し生活することも多い。行動圏は約1平方キロメートルだが、 隣接した群れと重複することも多い。主に昆虫や果実を食べるが、花や樹脂なども食べる。繁殖様式は耐性。主に寒気の終わりにあたる3から4月に、1回に1頭の幼獣を産む。トウモロコシやランブータンバナナ類を食害する害獣とみなされることもある。森林伐採、農地開発、油屋市のプランテーションへの転換、曇りな、 アルボレイアやチーク類、テクトナ・グランディスの植林、都市開発、水力発電所の建設などによる生息地の破壊及び分断、道路建設による生息地の分断及び交通事故、害獣としての駆除、送電線による死亡、猟犬も含めた犬による捕食などにより生息数は減少している。1975年のワシントン条約発行時から、 ワシントン条約付属書 i に掲載されている。ありがとうございます。